アンドレアス・ビリアム・ハイネセンは、フェロー諸島出身の詩人、小説家、児童文学作家、作曲家、画家。フェローの首都、トースハウンは、常に、ハイネセンの執筆の中心地であり、以前、彼は、トースハウンを、世界のへそと呼んだことで有名である。彼は、破壊と創造の間、暗闇と光の対象に焦点を当てている。それから一例に、 人間の実存的闘争を支える。しかし、これらは必ずしも容易ではなく、善及び悪の間における線を常に明確に定義されているとは限らない。ハイネ線は言葉における最も広い意味で、宗教的と自ら称し、生命の神秘的な部分に魅了されている。彼は敗北主義に対する戦いに傾向を備えた一つの格言である、生に絶望せず、 死にルールは、なしを、しばしば引用している。彼は、生まれ育っていた頃に、フェロー語学校で教えられた。彼は主に、デンマーク語で書いた。しかし、話し言葉は、フェロー語であった。後に、すべての著書は、フェロー語に本。21歳の頃、最初の詩集を、発表。1934年に、最初の小説、ブレゼンドグレーを表す前に3冊以上の詩集を、 公表した。彼はデンマーク語が十分ではなかったが重まる予言戦未経年を心配してすべての各章を一つずつを読んで聞かせた。それはノア・トゥーにも続いた。小説ノア・トゥーには強い政治的メッセージ、マイナス連帯を持った良き社会への鍵を示す。次の著書ザ・ブラック・コールド・ランは宗教的ヒステリーと組み合わせた大敗的な生活の余波を扱っている。 ハイネセンはザ・ロスト・ミュージシャンズで初期の作品が持つ社会的リアリズムを過去のものとして捨てありのままな語り物に入れ替えた。マザー・プレアデスは想像力に満ちた叙上詩である。その副題はエーストーリーフロム・ザ・ビギニング・オブ・タイム。ハイネセンは長編小説を書くだけに満足しなかった。1950年代同様に短編小説を書き始めた。 それら短編小説の多くは、ザエンチャンテッドライト、ゴマイリール、エスビウィッチモンと並びに、キュア・アゲンスト・エビル・スピリッツと題されたこれら3冊に収集されている。長編小説、デッド・モデイ・1 b の主人公であるボクシペーデル、ボアセンは、歴史上の人物のルター派ボクシ、ルカ・ドゥ・ベスに基づいている。ハイネセンがそれを書くのにどれくらいかかったか尋ねられた、時に40年。 しかしながら、私は合間に他のことをしていたと答えた。彼は1960年にデンマークの文学賞であるホルベアメダルを授与された。1964年に出版された小説デッドイチ HB で,で1965年に北欧理事会文学賞を受賞した。ハイネセンは物語の中で17世紀のデンマークを再現するという困難な課題を有していたが、 彼は大成し、賞を勝ち取る。それは彼の最高傑作と広く考えられている。ビリアム・ハイネーセンは1981年にノーベル文学賞を受賞するという噂があった時、彼はスウェーデンアカデミーに手紙を書き、自らの候補を拒否した。後に彼は拒否した理由をこう述べた。彼は1975年にフェロー文学賞を受賞した。 ハイネセンは1980年の80歳の誕生日に故郷でトースハウン名誉市民に選ばれた。同じ年にデンマーク文学批評価賞を授与された。1984年トースハウン司会子ども書籍賞を受賞。翌年の1985年にデンマークアカデミーからガレンブリクセンメダルを授与された。そして1987年にはスウェーデンアカデミー、 北欧賞を受賞した。以下の著書は、デンマーク文学センターによる。ノルデン .org1965 ウィリアム、ヘーネセン、ザ・ヘロアイランズ、デッドゴデ HB ハット・デンストロ・ダンク、DK ハット・グッドリーズ・ドット・コム、ハット・ BBS、フェード・アウト・アーカイブド2013年1月6日、アット・アーカイブ、イズ・ハット・スノル。 フェードアウトアーカイブド2012年3月28日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、ファー・ハター・ウェーブ、DK ・リトゥンイン・デニッシュ・バイ・ジャーナリスト・ラス・マス・ウィーン、ラーセン・ハット・ BBS、フェードアウト・バイヤー・ボーカサー・ベニス、リトラチャーネット、2006年7月9日閲覧。ありがとうございます。